いやー、前回からのため取りでやっていくよ。刹那健介だよ。仏念世界。1月終わって、2月も終わって、4月だけかまだ、ついてるところで終わってない今。けどなんかあるかな？確かこれだったっけ？蹴飛ばせないって感じ。別の方法を考える。思いつかん。別の場所か。なんだろうね。これは難しいぞ。あ、ヒントもらおうか。っていうか、道具も見ておこうか、これ。文字が書かれている。何それ。ちょっと、見させてくれん。なんか文字が書いとんだったら見させてくれたっていいやん。なあ、ちょっと聞かせてくれん。カス札を5枚見つけたみたいだね。蝶に触れることができるのは、怒りのネズミだけ。そのネズミは生物ではない。どういうこと？ミッキーマウスでも出てくるんこれ。そんなわけないだろ。脆い短冊も数あれば足場になるだろう。短冊やって。これらが複数集まれば足場になって届く。短冊を手に入れろってことか。ヒントになれそうなことを言え。ヒントになれそうじゃないことばっか言ってる。何を聞こう。おお、なんか教えてくれるんや。やった。この世界のこと。ここは花札の念が作り出した仏念世界さ。この花札は以前に絵が古臭いって理由で捨てれちゃったんだよね。そうなん。綺麗やったよ。花札には全ての札に赤い色が使われているんだよ。あ、そうなん。赤い色って色がすぐ退色しちゃうんだ。その赤い色が綺麗に保てれば捨てられないと考えて人間を誘い込むようになった。なんで人間なん。体中に流れる真っ赤な血で赤い色を補おうとしているのさ。リンちゃん若いからね。きっと花札に切り入られたんだよ。それって死んじゃうん。ここで死ぬと血を抜き取られて影だけが残るんだ。影さんも人間だったん。うん、もうその頃のこと覚えてないけどね。お前いろいろ設定つきすぎやろお前。ちょっと待って。赤髪の怨霊の時はなんかあのポスターから出てきた赤い影でさ、資源の蝶はその学校が廃校舎になって溜まっとる黒い影で、今回は人間として連れてこられて血を抜かれた人間がなり果てた姿みたいな。お前さ、出てくる作品によって設定変えてくるなやん。なんかかっこいいじゃないですか。なんだスターシステムってやつか。黒影のこと、お前のことか。僕のこと、昔のことは覚えてないな。ここで暮らすようになったんだけど、結構居心地がいいんだよ。仲間もいるしね。そっか、うちは元の場所に帰りたいな。ここが好きだけど、僕も外の世界には興味あるよ。うちの住んでる場所、いい場所なんよ。遊びにおいでよ。いいね。リンちゃんは優しいんだね。影さん、着物は着ないん。影なんだから着物が着られるわけないでしょ。あ、そっか。うちの影も着物着てへんな。そういうこと。僕にとっては着てる着てないはどうでもいいことなんだ。うちの影も着てないよなって。リンちゃん、そりゃ着ないの当たり前じゃないか。なんか当たり前のことをさらっと天然そうに言ったよ。リンちゃん、ちょっとそういうところが可愛らしいな。うん、花札一番気になるところじゃないかな。俺知らんしな。花札、花札は美しい色と風が札になっているんだ。この花札は絵師が変わり者で、他の花札と絵柄が少し違うんだ。それが魅力的ではあるんだけど、見慣れている人からすると違和感を感じるかもね。見慣れてないので違和感なんか全然感じないけどね。
向こうにある看板に絵筆が載せてあるから見てみるといいよ。え、そんなんあったんだ。役が重複しない特殊な花札なのさ。あと花札の役に関してなら下の二人の方が詳しいよ。なあなあ、横にある縦札みたいなのなんなん？心が綺麗な人が触ると光ったりするみたい。僕も連れてこられたんだけど何も起こらないんだ。こんなに心が綺麗なのにな。立ち札を光らせて役を作っていくらしいけど、光らなきゃ意味ないよね。それは火が悪かったんだよ。おかしいな、毎日触ってたのに。残念でした。心の中も黒いみたいですね。腹黒め。へえ、あ、これか。へえ、こんなんあるんだ。なんて読むか全然わかりません。全然わかりませんよ。まあこの桜ってあるあたり、このあたりが3月とか4月とかそのあたりなんだろうなっていうのはわかるけどさ、わかるけどわからないんですよ。ちょっとやばいっすね。攻略しないところとかどこだったかな。なこれ、何度か満月が使えそうだって。何、え、光った、ええ、そういうシステムあるんじゃん。あ、ここも、え、何が起こったん、何が起こったん。ああ、着いた。え、もしかして役揃った的な感じだったんや。え、わからん、俺花札知らないもん。とりあえず新しいエリアに行けるようになったのもよかったな。何これ、迷路みたいになってるんですけど。この香りは桜だね。ここは3月の札の世界。幕が張ってあるんじゃないかな。幕なんて見当たらんよ。桜がいっぱいあるだけ。そうか、桜は浅い場所にも太い根を出すんだ。迷路みたいになっているかもしれないから慎重に進もう。さっきからゆきじくんの言ってることが綺麗に外れてるね。ざまあイケメン。どれにしようかな。どれにしようかな。りんちゃんの言う通り。これか。ねえねえ、鉄拳さん、鉄拳さん。私、こっちの方がいいと思うよ。って感じで聞きそうだけん、こっちにしよう。当てるかは知らんけどな。あれ？いけへんな。あれ？詰まったな。あ、こっちか？こっちか？お、いけた、いけた。いい感じ、いい感じ。いい感じ。これは何？やった、短冊来た。りんちゃん、や、何？段差あったんや。りんちゃん、やったで。すごいな、りんちゃん。短冊の場所合ってたやん。すごいな。じゃあ、俺確かこれ選んどったな。多分こっちは花札あるんちゃうかな。俺やで、俺が選んだんやで。花札あるだろそりゃ。花札あって正解だろ。なかった。なかった。そう。じゃあどこだろう。ここ入ったよ。てか出口だったよ。どこだろう。こっちか。いや、こっち？え？ここ合わさってないよな。うん。いけへんな。てか、短っ。これ、ここ短っ。これは？ここは？あ、ここ、りんちゃんが選んだとこだっけ？ちゃうよな。あれ？あれ？こっちか。あれ？おかしいな。おう、こっちこっち。で、ああ、もう。こんな作りにするなぁ。行きがい。あれ、こっちだ、みたいな感じやな。あ、こっち？こっち？
当たりどこだろう。当たりどれだ。あ、この隠れとるようなやつは出口。もういろいろ手際やってますよ。ここリンちゃん選んだところなかったっけ。どうやって入れた。あ、こっちで、おかしいな、急に入れへんな。そもそも考えてみよう、どこに行ってたら OK なんだろうな。こっちの方かな。あー、先に行かれてて、こっちじゃないんか、こっちじゃないんやろうか。あ、そのあとここ入れる、こういう行き方か、これじゃない。これじゃない。ってことは、これまで行ったところに貼っていける感じかな、これは。また。おまだ薬揃ってないや。薬揃ってないよ、まだ。こんだけ光ったってことは何だろうね。どっかまだ足らんところあったかな。あ、これ、短冊がなんとかって言ったけど。短冊3枚目って入れたけど。あら、短冊3枚じゃまだダメか。なんだろう。なんもない。薬を作る的なことを言ったけど、もしかして薬同士だけ光らせる的な感じでやったらなんかあるんかな。菊夢のつぼみは簡単には開かない、黙ってじっと待つことだ。いや、よくわからんけど、菊夢のつぼみと何これ。あー、五光の光が天へのかけ橋。ようわからんこと言いやがって。特殊花札は薬が重複しない。ねえ、もうようわからん。三蜜、松、桜、なんとか。あ、これ、もしかしてヒントか。松。梅やけん関係ない。桜。で、もう一つなんかなかったっけ。あ、これじゃ。来たこの3つじゃ。ああ、ヒントくれよったんじゃ。なんだ、ヒントくれよったんじゃ。ちょっとなんか疑ってしまった。ああ花札知らんかった。めちゃくちゃわからんよ、これ。なんかこれ。BGM 消えた。雨が降っているね。ここは11月の札の世界。あ、奥に人がおるよ。それは、小野の道風さんだよ。誰？知らねえよ。小野の道風さんと話せるなんて、夢のようだな。え、何それ？歴史の授業とかに習ってないよ。小野のって聞いたら、妹子って出てくるけど、俺は。知り合いなん？いや、僕も会ったことはないけど、立派な人だって聞いてたからね。話がしたいな。よっしゃ、なんこいつ。カエルが必死に飛び跳ねている。何とかに捕まろうとしているようだ。ガンバ。おら、頑張れや、頑張れ。うっす。邪魔してやるぜ。うっす。邪魔されても、やめないっていう、カエルの、根気強さに、敬礼。おなの豆腐、こんな感じだった。知らんけどな、どんな人か。これは、珍しいお客さんだ。このような場所に、何用ですかな。この世界から帰る方法を探しとるんよ。ここから出るのは不可能ですよ。そこにいるカエルをご覧なさい。必死に、なんて読むかわからんけど、飛びつこうとしています。どう頑張っても届かないのに。できないことはできないんですよ。どう頑張ろうと。
頑張れば必ず結果は出るんよ。やる前から諦めるのは良くないってお父ちゃんも言うとった。あん。待てよ。え？そっちには鬼がいて危険ですよ。お？鬼？11月の札には鬼札と呼ばれているものがあるんだ。もしかしたらそれかも。そうです、この雨を降らせているのも鬼の仕業です。勝手に入ると雷の制裁を受けますよ。ここまで行きたいんやし、今さから引き下がれんよ。どうしても行くというなら止めはしませんが、雷雲の動きをよく見てください。あとは鬼は止まっているものに雷を落としてきません。ゆきじ君はそこで待ってて。目は見えなくても僕だっていけるよ。ゆきじくんなら雷棒は避けられるかもしれへん。でも札は探せへんよ。探せんよ。うちは一人でも大丈夫だから、札取って一緒にここから出ような。すまない。かっこいい。雨宿りしてんじゃねえよ。さらだら、雨宿りしてんじゃねえよ、お前。私だって雨宿りしたいよ。その傘持っていきたいよ。ちょっと思ったんやけど、このカエルにさっきの短冊を敷いてさ、高さつけてあげたい気がする。だったら届くんじゃないかな的なこと考えたけど、そういう謎解きではなかったんかな。じゃあ今回はこの辺で、時間も時間なんで。ご視聴ありがとうございました。週明け。